ただいまより第3回沖縄の戦いに連帯する集いを開会します。本日は大変お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。前半一部の司会を斉藤と水沢で行います。よろしくお願いします。今沖縄は県知事選挙の戦いの真っただ中です。沖縄の普天間第二小学校の上空を米軍が飛ぶとき避難指示を出しているそうです。2月から7月の6ヶ月間で671回も避難指示が出ています。その指示を出す誘導員の方も一昨日からいなくなりました。これが沖縄の現状です。沖縄県民の先頭に立って戦ってきた尾長さんは妻の美希子さんに万策尽きたら夫婦で座り込むと言われたそうです。辺野古に新基地は作らせないために沖縄県知事選挙、玉城デニーさんを勝利させ、この集会も成功させましょう。それではオープニングはカーミーズの皆さんによる沖縄の歌と踊りです。カーミーズは沖縄県出身で今は東村山市在住で親子4人のファミリーバンドです。今から23年前の米兵による少女暴行事件をきっかけに平和な沖縄を目指し、もっと沖縄を知らせようと沖縄の心ぬちどぅ宝を胸に歌っています。それではカーミーズの皆さんよろしくお願いいたします。皆さん、改めまして、こんにちは。今ご紹介預かりました私たちカーミーズと申します。よろしくお願いいたします。もっと前ですね、沖縄から出てまいりました、あの親子でございます。簡単な自己紹介をしたいと思います。向こうから、御三親うちの父です、神谷恭一郎。そして隣が大方からうちの母、亀谷恵子で、同じ顔大方からうちの妹ですね、真紀ですね。そして、ギター、あと MC ということでさせていただきます、うちの長男、亀谷中樹です。よろしくお願いします。それでは、去年に引き続き、お招きいただきまして、去年見た方もいらっしゃると思うんですけれども、今日あの皆さんね、あの沖縄のご存知の方大勢いらっしゃると思うんですが、尾長さんが体を張って守ろうとした沖縄というのがどういう島なのかということが、あの伝われば、歌で伝わればと思っております。短い時間ですけれども最後までよろしくお願いいたします。それではまずは有名な沖縄の民謡曲メドレーでお届けしたいと思います。朝ドラエリタとスメジン投票をお届けします。ありがとうございます。途中に掛け声が出てきます。一緒に聴いていただけるということで、さあゆいゆいという曲になりますので、よろしくお願いします。Thank you.
ちょっと元気を出していきましょう。スメージの声をお届けします。チムクル、チムクルというのはチム、チム、キモに心で、ね、両方ともハート&ソウルというやり方をしますけれどもですね、沖縄の人のあったかい心根が伝わればいいかなと思います。まずはちょっと有名な、これも有名な、民謡から入りたいと思います。I'm not afraid to die.
ここだけ見てるとなんて陽気な家族なんだろうと思うかもしれませんけど、まあね、皆さんの家族と同じようにいろんなことがあるんですが、ステージでは朗らかに皆さんと一緒に楽しく音楽を楽しんでいけたらなと思っております、続いてお送りする曲はですね、そんな我が家カメラ家のですね、ルーツというか、にきっかけとなった部分がある曲でございます。うちの両親はですね、いわゆる沖縄の返還活動の中で、返還運動の中で、知り合って、結婚してということで僕らが生まれたという意味で言うと、僕らにとってもいわゆる沖縄がね、再度日本として再スタートしたっていうところからの家族のスタートだったような気がします。そんな、時に戦いの歌として作られた東京沖縄という曲をお届けします。でその前に、僕が作った詩をうちの妹がマキが朗読するという形で一つ聞いていただきたいものがあります。ぜひよろしくお願いします。青い海の裏側に、作詞亀山長樹。忘れないでください。青い海の裏側に人々の血で染められた戦夜の傷跡があることを。青い空の裏側に未だ鳴り止まぬ爆撃機の雄たけびがあることを。陽気な歌声の裏側に、言葉では言い表せないほどの深い悲しみがあることを。眩しい光の裏側に、確かな未来が見出せる不安の闇があることを。沖縄は平和の島。武器を持たぬ手で友情の握手を交わす島。沖縄は情けの島。心を隔てる金網を壊し、情愛の花を咲かせる島。沖縄は歌の島。消せない過去の苦しみを未来の賛歌に変える島。沖縄は希望の島。幼き子供らの豊かな明日を祈る島。忘れないでください。人懐っこい笑顔の奥底に、時代の荒波に船を出す海っちゅの眼差しがあることを。一粒の種が花咲き実るよ。沖縄を返せ、この胸取り返せ。民族のこの願い呼び交わす。
知らずに生きてきたのかということで、その恥じる思いから曲につながったということです。デイゴの花が咲き、風を呼び上げてきた。デイゴというのは県の花ですけれども、この花が満開になる季節は、嵐が来るということで、沖縄戦の夏もそうだったということで、B メロに出てくる宇治の森、サトウキビの、森の中で出会った二人が、宇治の下、防空壕、ガマと呼ばれる防空壕の中で死ななければならなかった、そんな悲劇を歌った。皆さんも一緒に歌っていただければと思います。それではお届けしたいと思います。島田、愛の咲き乱れ、風を呼び
それでは主催者を代表して沖縄の戦いに連帯する関東の会代表の辻忠夫実行委員長の挨拶です。本日は第3回沖縄の戦いに連帯する集いに関東1都6県より沖縄に心を寄せる皆さんお集まりいただきまして誠にありがとうございます。実行委員長の辻と申します。さて本日朝この会場に参りますときに秋雨が降りそぶっておりました。沖縄の7万人集会の時も雨であったとお聞きしております。私は駅からこの会場に来るときにこの雨は尾長さんの涙ではないかと感じながら参りました。そしてこの浦和に降る雨は沖縄の空雨につながっているというふうに感じた次第でございます。ビデオにもありましたけれども尾長さんさぞつらかったでしょう、苦しかったでしょう。しかしあなたが別れた種は必ず沖縄そして本土で大きな花を咲かせると私は思っております。沖縄の心イデオロギーではなくアイデンティティというあなたの言葉を心に刻み再び立ち上がりました沖縄の戦う人々、基地をなくし平和なを希求する人々を私たちは全力で支援応援したいと思います。沖縄の戦いは本土の私たちの戦いである。私たちの戦いは沖縄の戦いではあります。私たちは全力で応援いたします。尾長さん、見ていてください。
1週間後には沖縄知事選が行われます。平和を希求する候補を私たちは全力で応援したいと思います。この埼玉の地から沖縄の人々に大きな声でエールを送ろうではありませんか。この知事選に勝利し、沖縄そして本土にも基地も数もない平和な世の中が来ることを願って私たちは努力していきたいと思います。どうぞ皆様一緒にお願いいたします。で今日の、会議の内容でございますが、すでに11時からホワイエでパネル展を行っております。この後、相馬由里さん、辺野古攻撃船船長、辺野古オーロワの戦いは今、そして、第2番目に、奥間正則さん、辺野古新基地埋め立てを撤回すべき決定的問題ということで講演をお願いしております。そして第2位は、私たちの撮影班が、沖縄に飛びまして作成してまいりました稲嶺進さんからのビデオメッセージを、流させていただきます。そして、沖縄の民意、国家の暴力、辺野古高井からの現場報告という連帯部分で安倍隆さんに講演をお願いしております。どうぞ長丁場でございますが、この埼玉から沖縄へ大きなエールを送り、そして選挙戦に向けて増税官報を皆さんぜひお願いいたします。今日は午後よろしくお願いします。お呼びしています。一番初めに話していただくのが相馬由里さんです。フライトの関係でちょっとプログラムとは順番が逆になっています。相馬さんは現地では由里ちゃんって呼ばれています。海に魅せられ、ずいぶん前に沖縄に移り住み、介護福祉士として働いてきました。仕事の中でお年寄りに接し、沖縄戦と向き合うようになり、辺野古の基地反対の戦いに関わるようになりました。今では船の船長としてなくてはならない存在になっています。私も辺野古に行くカヌーに乗るので、相馬さんとは何回か一緒に本当に大変な戦いのほんのちょっとだけですが思いを共にしました。辺野古の海は随分変わってしまいました。でも私たちは諦めません。辺野古大浦湾の戦いは今、相馬さんお願いします。ありがとうございます。本日は第3回沖縄に連帯する集いに呼んでいただきありがとうございます。この会場に知っている仲間たちが、いつも沖縄で会う仲間たちがたくさんいることを本当に心強く思います。そして、初めてお会いする方もいらっしゃると思うので、自己紹介しながら、お話し進めていきたいと思います。辺野古大浦湾の戦いは今のタイトルにどれだけお答えできるか分かりませんが、どうかよろしくお願いします。早速ですが、スライドを見せる前に、ちょっと自己紹介をやりたいと思います。私は神奈川県の箱根出身です。沖縄に住んで18年になります。千葉の大学を出て介護福祉士になり、そのまま千葉にある船橋にある民営の病院、船橋二重病院に就職しました。就職して得た給料で趣味を持ち立って母親に相談したら、母は昔沖縄海洋博があった頃元部に住んでいて、お母さん昔ダイビングやってたんだよと話してくれました。そのことが大きなきっかけとなり、私は介護の仕事をやりながらダイビングの魅力にどん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 ハマっていってしまいました。毎月のように沖縄本島の西表島に通うようになってしまいました。そしたら西表の方が、そんなに毎月来るなら、島に引っ越して来ちゃえば
家も介護の仕事も紹介するさと話してくれ、3年間西表に通った末についに西表島に私は引っ越してしまいました。3年も通った魅力、それは海の中でしか見ることができない生き物がたくさんあること、陸上にはない世界が西表島に果てしなく広がっていること、そしてもちろんリフレッシュできること、さらに沖縄料理が美味しくてついに引っ越すことを決めちゃったんですね。でしかし西表に住んでいた頃は辺野古のことはなんとなく知っていたんですが、やっぱり距離が遠くて、通うことはできませんでした。島での生活の後、スキルアップを目標に沖縄本島に引っ越して、辺野古がちょっと近くなりました。2008年海上基地建設の作業が始まった時でした。その当時は単管やぐらが建てられていました。西表の海とは少し違う辺野古大浦湾の海にすぐに魅力に取りつかれました。ジュゴンがいるこの海、そして私の大好きな熊の実がいるこの海を壊して基地建設なんて絶対にありえないと単純に思いました。介護の仕事をしながら辺野古に通う生活が始まった時でした。その介護の仕事をしていく中でたくさんのことを学ばさせていただきました。千葉にいる時から沖縄の人たちは沖縄戦で多くの肉親が傷ついていること、沖縄は全国の面積のたった 0.6% しかないのに 74% の米軍専用施設が置かれていることなど頭に入れて沖縄に渡ったんですが、直接介護の現場で高齢者の入浴介助をやっていた時に肩から腕にかけて大きな傷がありました。私は何気なく事故でもしたんですかと聞いてしまいました。そしたらその入浴介助をやっている彼女は、戦争だよ、戦争で傷ついた傷だ、戦争でついた傷だよ、今でも痛むんだよ、戦はならんどって私に言ってくれました。その後意識的に他の方たちもの体を見ていたら、同じような傷を持っている方たちがあちこち、あっちにもこっちにもいたんです。それがすごくショックでした。洋服をつけていたら見えない傷、心の傷も消えない傷ですが、体についた傷も消えることがありません。戦後70年経っても戦争がここにあるんだと、こんな方たちがこんなにも身近にいることを本当に衝撃的に思いました。このこともきっかけになり、戦争につながる基地は絶対に作らせてはいけない、そして私が住む沖縄から世界に軍隊が飛んでいくことなんてなおさら許されない、ならば基地強化につながることは許してはいけない、そんな思いを強く抱くようになりました。高齢者から学ぶこと、それは生きる教科書からバトンを受け継いで未来に継承していくことだと私は思います。沖縄戦が終わって復帰運動が盛んな頃、民主的な医療体制を作るグループの一人にいた弁護士さん、吉澤博明弁護士さんがいます。彼も私の人生に大きく関わった方でした。那覇のミーレンの介護施設で働いている時の利用者さんで、辺野古に通いながら介護の仕事をしていた私でした。しかし息が詰まると吉澤先生のお部屋に訪ねていきました。彼は脳梗塞の後遺症で寝たきりで移動されていましたが、頭もしっかりしていて私の話をよく聞いてくださり、アドバイスをたくさんくれました。感謝の気持ちで今でもいっぱいです。ある時、私が辺野古に今度はしょっちゅう来るもんだから、ヘリ基地反対協議会の共同代表である足富さんが、夜勤明けや休みの日に毎回来てくれてありがとう、そんなに海が好きなら今度は辺野古に来ないかと声をかけてくれました。私ははいと即答しました。足富さんは続けて、もしよかったらここで一緒にやらないか、船出したりカヌー乗らないかって声をかけてくださったんです。でも私は介護の仕事も順調で、方言が分かりだした頃で、利用者さんとも楽しい時間を過ごしていた時でした。
でも足富さんが話されたことが気になり、どうしていいのか結論が出なくて、やっぱり行き詰まっていました。そんな時、吉田先生のお部屋を訪ねて行ったら、吉田先生は、辺野古の海って綺麗なんだよね、基地を作ってはダメだよ、あそこの魚や川水で生き延びた人たちがたくさんいるんだよ、あなた知ってる、あの海守らないといけないんだよと話してくださいました。それで私は決めたんです。吉田先生に成り代わることはできないけれど、戦争で傷がある方たちの代わりにもなれないけれど、私らしくこの海を守ること、この辺野古大浦湾のことを伝えることが私の役目なんじゃないかなと思い、介護の仕事を辞めて今はヘリ基地反対協議会の専従になることになりました。辺野古にいると、ありがとうございます。辺野古にいると本当にいろいろな方たちと出会います。私はそれが本当に嬉しいです。船長を取って、船舶免許を取って頑張ってました。今年の5月までは本当に船長として、海に出ていました。しかし5月で、事務方をやっていた仲間が、本人の都合で退職してしまい、6月からは陸にいることが多くなって、今日のチラシにも抗議船船長ってデカデカと書いていただいたんですが、ちょっと船長の端くれになっちゃって悲しいところで、早くというか一日も早く私は海に戻りたいなと思っているところなんです。で、本当に辺野古の海にいると日本中だけではなくて海外の方とも出会えます。辺野古大浦湾を守るためにどうしていいか、どうしなければいけないかと動いている方たちとたくさん出会います。辺野古に基地ができたら自分の住んでいる町にも米軍機が飛んでくる、だからどうにかしなければならない、思いはみんな様々ですが、たくさんの方たちと出会えて私は本当に幸せ者だと思っています。長くなった自己紹介ですが、私は介護のことがきっかけで海と出会い、辺野古の海を毎日見て、います。今年の7月19日に K4 護岸1というところと、8月2日には K4 護岸の2というところがつながって大きな囲いができてしまいました。海に毎日石を落とし続けて、ついに護岸が囲まれてしまいました。だいたい1600メートル余りの道が海にできてしまいました。トラックが通れる道となってしまいました。囲いの中には貴重な大きな浜サンゴがあることも、ウミガメが産卵で上がってくることも確認されています。国は、防衛局はウミガメのためのトンネルまで作りました。でもウミガメのトンネル、ウミガメに説明したんですか？トンネル通りなさいね。そんな防衛局きちんと説明したら基地は作ってないと思います。8月17日にも土砂投下と言われていた辺野古のこの浅瀬、埋め立て承認撤回が本当に待ち遠しかったあの時、尾長知事は闘病生活されていました。7月27日、埋め立て承認撤回の説明を身振りを交えながら話されたのが、公に姿を見せた最後の姿でした。そして8月8日、67歳の若さで亡くなられ、深い悲しみと衝撃を全国に、そして私自身も衝撃に襲われました。8月31日、承認撤回されます。2名の副知事により政府の圧力をはねのけ、尾長さんの決意と現場の戦いの成果が現れた時だと本当に感じました。そして辺野古大浦湾の戦いは今、工事は止まっています。大浦湾と辺野古に張り巡らされていたオイルフェンスやフロートもありません。海上保安庁の巡視船の姿もありません。これは毎日のようにカヌーや船で抗議を続けたみんなの力で、そしてゲート前で採石を積んだダンプや生コン車の車に立ち向かい、機動隊に排除されても諦めずに
座り続けたみんなの力であることは間違いありません。それは私たちの小さいけれど勝利だと思っています。その勝利の道を開いてくれたのが尾長さん、尾長武知事でした。新基地建設を許さない先頭に立ち私たちを励ましてくれた尾長さん、本当にありがとうと私は言いたいです。このフロートやオーラ、フロートやオイルフェンスがない大浦湾、4年ぶりに友人が釣りに行きました。大浦湾どういう状態だか分かりますか？天然の生けすになってるんです。本当です。伊勢エビが、ゴシキエビがたくさんいたり、普段は釣ることができない魚、タマンや赤町、ニーバイが本当にでかい天然の生けすになっていると知人が話していました。この海はもう壊さないで、このまんまの姿でいいんじゃないですか。命を守ること、一緒にやっていきたいと思います。埼玉にいて皆さんは何かやらなきゃいけない、どうしたらいいのかって悩んでいる方もいるかもしれません。今私が言いたいことは、私たちにできること、それは一人一人が尾長さんの意思を引き継いで、新しい基地はいらないと意思表示をする時だと思います。尾長知事の死去に伴って9月30日に投開票される沖縄知事選挙、尾長知事が埋め立て承認を撤回した名護市辺野古への新基地建設の問題が争点になっています。米軍の普天間飛行場を市街地から辺野古の海上へ移設することが本当に唯一の解決策になるのでしょうか。今度の日曜日30日が投票日です。辺野古に新しい基地はいらない、尾長知事の意思を受け継ぐ玉城デニーさんを何としても当選させることが、私にとっても今一番やらなきゃいけないことではないかなと思っています。沖縄の将来、そして日本の未来がかかった大事な大事な選挙となっています。私がこちらに来た22日那覇で玉城デニーさん必勝ウマンチュ大集会が行われました。8000人が集まり、途中雨が降ったそうなんです。雨が降っても誰一人退席することはありませんでした。尾長さんが生前言っていた、沖縄の人が心を一つになるとき大きな力が発揮し歴史を動かす、その言葉が 頭に浮かんでくると友人が話していました。今日は選挙の場ではありませんが、どうか沖縄にお知り合いがいたら大きくお広げください。私は辺野古大浦湾の海を守るために、今は船長からちょっと外れてしまいましたが、この海を守るため最後まで全力で頑張っていきたいなと思います。話はうまくないのでスライドに移りたいと思います。ありがとうございます。今日は、海で頑張っているメンバーも来ているのを分かっています。でも今日は綺麗な海の中を皆さんに見せたいなと思って映像を作りました。こういう映像を作るのは初めてなので、見苦しい点あったらお許しください。大浦湾に広がるテーブルサンゴ、本当に綺麗です。入り口で販売していた辺野古大浦湾の写真集、出たばっかりです。映像でわずかな時間しか見せることができません。お家に持って帰ってゆっくり見たい方、2500円でぜひ買ってください。テーブルサンゴが広がる大浦湾、潮通しの良いこの浅瀬には色とりどりのサンゴが広がっています。私もダイバーの一人でこうやって潜って、サンゴを見ていきます。ダイビングで潜ってもサンゴの上に足をついたら潰れてしまいます。ある程度うまくないと大浦湾潜ることできないかもしれないです。これもテーブルサンゴ、ほとんどがサンゴです。生きています。命です。ここに足をついてサンゴを折っちゃったら
再生するまで相当な時間がかかります。1年間に3センチしか伸びないと言われています。大きなサンゴ1メートル以上あります。テーブルサンゴ水深2メートルぐらいのところにあります。カヌチャホテルの前にあったテーブルサンゴです。サンゴ3種類のサンゴが1つになっています。浜サンゴと、枝サンゴが1つになって、入ってきていました。海の中の世界ってなかなか見せることが難しいです。私もプロのカメラマンではないのでこれぐらいの映像しか見せられません。サンゴが白くなっています。サンゴはストレスによって白くなります。実は去年の夏海水温の上昇によってこの白いテーブルサンゴが白く色が抜けた状態になってしまいました。いわゆる水温が上がっての白化現象です。今年は台風がすでに24号もできていて今沖縄に向かっていると言われています。一つの台風が来ると水深70メートルの海水をゴロッとかき回せます。この年は2017年は台風が来なくて、サンゴのストレスによって、こんなに真っ白な状態になってしまいました。白い状態が続くとどん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 死んでしまいます。ここもちょっと見にくいかもしれないんですけど白だったり黄色だったりピンクだったりサンゴの本来の姿ではありません。沖縄ではだいたい9年おきに大規模な白化現象が起こると言われています。青サンゴです。青サンゴにイソギンチャクが入って、クマノミがいます。これも青サンゴです。青サンゴ皆さんの全国の皆さんのカンパで購入していただいた、グラスボートに乗って青サンゴを見ることができます。バラオハマサンゴ日本ではここでしか見ることができないと思います。青サンゴの間に、シャコガイが根付いています。この青サンゴ折ってはいけません。青サンゴなんで青いかって言ったら折ったらあのように青いんですね。中が青いので青サンゴと言われています。青サンゴ石垣島の白穂にもあると言われていますが、大浦湾にあるのはオスだけ、白穂にあるのはオスメス2種類あると言われています。この青サンゴですが、この中が赤いの赤サンゴと言います。赤サンゴは東京の小笠原諸島にたくさん生えていると聞きました。ちょうど2014年、小笠原に赤サンゴの密漁船が海外の密漁船が来ました。その時に辺野古ではコンクリートブロックを沈める作業が行われようとしていました。小笠原諸島に来た海外の密漁船がいる取り締まりに来た巡視船3隻でした。私たちの海を壊してコンクリートブロックを海に入れるために巡視船が大浦湾に大結集しました。海から見える右から左まで総勢巡視船何隻いたと思います？14隻もいました。取り締まるところ違いますよね。小笠原に3隻、大浦湾に14隻、さらに陸上では検問していた、そんなことが行われた2014年でした。わかりますか？こぶしめです。サンゴの間にあるこぶしめ、おいしいです。伊勢海老、大浦湾の浅いところ、辺野古側です。岩の下に隠れている伊勢海老、五色海老と言います。ちなみに手前に生えているこの葉っぱ、ジュゴンが食べる海草です。台湾カマスの群れです。早いですね、写真撮れないですね、すいません。
はい、これも水深3メーターぐらいに本当にたくさんの魚が群れています。ねえ、海エラと言います。水深15メートルぐらいのところにいる砂地に生えているサンゴとかイソギンチャクの仲間です。生き物です。ねえ、これにも命があります。ガラスハゼ、サンゴの仲間について生活している、ハゼ、3.5センチ、小指ぐらいしかない透明なハゼですね。イソギンチャク、海の中にもこのようなイソギンチャク、お花畑がたくさんあります。海を壊すなって、魚が怒っているように私はこの写真見て思いました。かわいいですね、テングカワハギ。サンゴがたくさん繁殖している場所に生息しています。サンゴのポリープを食べて生きています。多分皆さんから見て左がオスで右がメスだと思います。ね、かわいいですね。南ハコフグの幼魚、2センチぐらいです。成魚になるとこれが35センチから40センチぐらいなります。怒ると色がもっと黄色くなると言われています。わかりますかね、タツノオトシゴ、真ん中に S 字になっています。タツノオトシゴ、これも大浦湾の海藻があるところによくいます。タコです、マダコ、吸盤がついてますね、吸盤と口と目がついてますね。カニ、赤星カニダマシ、イソギンチャクに隠れています。ね、ウミウシ、ウミウシって本当にたくさんいるので、ちょっとすいません、名前わかりません。ね、綺麗ですよね。専門家が潜れば潜ったほど、新しい新種の魚やウミガメを、ウミガメのウミウシやエビとか貝類を見つけると言われています。ね、エビも本当に綺麗です。さっきの五色エビ、五色ちゃんとあります。五色エビ綺麗ですね。エイです、赤エイです。これも、ダイバーだったら見るのが見たいなというものの一つかもしれないですね。はい、ウツボが来ました。花びらウツボです。長いのでは2メートル、2.5メートルぐらいあると言われています。ここからは私が好きな熊の実です。私が西表に引っ越すきっかけになったのも、日本にいる6種類の熊の実を見たくて、引っ越しました。6種類、大浦湾に全部いるんです。浜熊の実です。セジロクマノミです。ね、かわいいですよね。隠れクマノミです。ニモってよく言われるやつです。この子は大浦湾の青サンゴの近くの洞窟にいるんです。この子特徴あるんですね。目と目の間になんかシミができています。潜って見に行くたびにこの子がいるかどうか私は実はチェックしています。かわいいですね。東亜熊の実です。東亜熊の実は心が綺麗な人、背中の白いところ、後ろの方にある白いところ、上から見るとハートマークに見えるそうなんです。私が辺野古で出会う前、海上保安庁といろいろある前はハートに見えてました。今もハートで見えると思ってますけど、この東亜熊の実が海上フロートの中にあった海上保安庁の浮桟橋の近くにいました。そこにはジュゴンが食べる
お肉さんもいっぱい入ってて、ジュゴンが食べたお肉さんの後も私は自分の目で確認しています。タラの熊の実です。線が2本です。タラの熊の実です。はい、最後分かりにくいかな、花びら熊の実、左側にいます。背中が白くて、目の後ろが白い線、この6種類の熊の実が大浦湾で見ることができます。ハマクマノミ、セジロクマノミ、カクレクマノミ、トウアカクマノミ、タダのクマノミ、タダのさ失礼ですね、クマノミ、花びらクマノミの6種類、このオーラ湾で見るために、あ、私はこの6種類を見るために、あの3年間か、あ4年間、3年間医療までに通ってしまいました。オーラ湾だと1日1本のダイビングで見ることができます。それぐらいオーラ湾の生き物はたくさんいます。これ少し分かりにくいかもしれませんが、ジュゴンが食べた海草を食べた後です。はい、これは、今はいけるんですが、フロートがあった中、フロートの中にこういうラインがいっぱい生えていました。これ皆さんが知ってるモズク、天然のモズクです。辺野古はもともとモズクの養殖をやってました。今は、基地建設だったり、まあ、米軍のすぐ陸療養者が出るということで、隣の宜野座村で、モズクの養殖、辺野古の道を行って一緒にやっています。モズクの周りに生えているのもジュゴンが食べる海草です。これがジュゴンが食べる海草です。米軍のすぐ陸療養者が出ていった後、海の中をかき混ぜてしまいます。海草が生えてたところも、根こそぎこんなして取っていってしまいます。ジュゴンが見える丘というところです。高台から水平線がすごく綺麗に見えます。ここは、ジュゴンが現れるところです。きっと、ジュゴンがここの近くを通っていると私は信じて見ています。なかなか行けないんですけど、すごく綺麗なところです。浅瀬、ここにも命がたくさんあり、ジュゴンの見える丘から見たところです。ウミガメもたくさんいるのが目撃されています。ヘリ基地反対、ヘリ基地建設阻止協議会、今でしたらヘリ基地反対協議会といって、やってます。反対協議会の前は命を守る会、地元の辺野古のお年寄りが、ずっと座り込みをやってました。守る会解散するということで、ヘリ基地反対協議会が受け継いで今に至っています。座り込み始めて約、20年ですね。テントの座り込みも5000日近くなりました。ここに書かれている5つの文言、絶対に忘れてはいけないことだと思います。オスプレイ来てしまいましたが、オスプレイを今度は配備じゃなくて撤去できるようなことを私はやっていきたいなと思います。稲峰さん、今日来れなかったです。少しでも稲峰さんがこの場所に入れるように、進むさんが辺野古大浦湾でさっき、ね、皆さんにお見せした写真をの海の中の様子を覗いている姿です。稲峰さん市長になってすぐ大浦湾に来てくれました。箱メガネで、大浦湾の海覗いてくれました。ね、このまま飛び込みたいって言ってたのが私は忘れられません。これはフロートがある時、私たちの仲間で、今年の4月25日かな、確か、抗議行動をやりました。船にはマスコミ、そして県外からの方がたくさん乗って、湖岸工事着工1年を迎えた4月25日に、大抗議行動をやった時の写真です。辺野古の海、本当に綺麗な海です。私たちはこの海を守っていかなければいけません。守り続けるためには諦めないで、継続して続けていくこと、基地建設を作らせないために諦めないで続けることが大事だと思います。はい、なんか終わりのようなのですいません。海、本当に私は大好きな海です。この海を守るためにできること、少
少しでもやっていきたいなと思います。沖縄で今行われていること、辺野古大浦湾の戦いは今一旦止まっています。大浦湾の海もきれいになっています。本当に先ほど言ったように養殖場です。でも基地がなくなったわけではないし、白紙撤回になったわけでもない。ただ撤回されて工事が一時中断しているだけです。ゲート前でも午前中の行動を皆さん頑張られています。基地がなくなったわけではないこと、そして、辺野古への基地建設の話がなくなったわけではないことを私は忘れてはいけないなと思っています。尾長知事の意思を受け継ぎ、私ができることも限られています。でもやっぱりこの選挙で勝たなければいけない。この海を守るために私は、基地建設の話が白紙撤回になるまで頑張っていきたいなと思っています。今日このスライドショーで見せた写真と同じ写真が、ロビーでも貼ってあります。見ていただけたらなと思います。辺野古大浦湾の戦いは今ストップしてるけれど、基地建設白紙撤回になるまで皆さんと一緒に頑張っていきたいなと思います。尾長知事が最後に残してくれた名言の本があります。うちなんちゅ教えてナイビランド、私たちは負けません。勝利するまで共に頑張っていきたいと思います。埼玉の皆さんもこれからも継続的な支援お願いしたいなと思います。話はうまくないので、これぐらいで終わらせていただきたいと思います。今日本当にはい、本当に竜宮城のような海の中の世界を紹介してもらって、本当に相馬由里さんありがとうございました。綺麗な海をみんなに見せたいということで、非常にたくさんの写真パネルも用意していただきました。からもっと丁寧に見たい方は写真集も販売しておりますので、ぜひお買い求めください。さて、次にお話しいただくのは奥間正則さんです。私が最初に出会ったのは高屋の森だったんですが、作業着を着ていて、父親譲りの帽子をかぶっていて、あれ防衛局員かと思ったような出会いでした。今辺野古の工事が再開されて、海に出、それからいろいろな器具を使い、本当に分析をしていただいて、辺野古の戦いになくてはならない存在になっています。大浦湾がマヨネーズ状だとか活断層があるぞという今の撤回の理由の主ないくつかの要素は、本当に奥間さんが資料を集め裏付けを取り提案し、非常にマスコミも使い大きく問題になっていった奥間さんならでは の仕事だと思います。北上田さんと奥間さんともにこれからの辺野古の戦いにとっても頭脳、戦いの頭脳といえる存在で、いつも持ってらっしゃるパソコンの中に本当に貴重なデータがいっぱい詰まっております。一流建築技師さんです。じゃあよろしくお願いします。皆さんこんにちは。1年前に実はここでお話をしました。ですが、その時、時間なくて15分しかなかったんで、ほとんど話ができませんでした。で、去年の9月の3日でしたけど、その頃とももう丸々1年、全く状況変わってます。で、今回今、絶対承認撤回ということで、辺野古止まってますけど、その話を具体的にさせてもらいましょう。それと私は土木屋として、先ほどちょっと紹介で一級建築って言ってましたけど、一級土木です、すいません。一級土木施工管理技師っていうライセンス持ってます。これは1億以上の工場できるライセンスですけど、ここ辺野古っていうのはもうとんでもないお金がかかります。もう超を超えます。実際防衛局自体がこのいくらぐらいかかるかっていうのは分かりません。とんでもないぐらいいろんな複雑な問題があります。
お手元にこの資料ありますかね。資料はですね、だいぶ中身は省いてるんです。自分の資料は全部まとめると50ページぐらいになるんで、主催者にだいぶ負担かけてしまうので、今回のページ数でいったら7ページぐらいに まとめました。ここに私は技術者として実際の会場工事、そういう工事を経験しながら、培ってきたものが集約されています。要するに経験に基づいた戦い方をしています。リズメで来る防御局に対してリズメで返せるちゃんとした根拠です。今回の撤回の理由っていうのが地盤の問題がとんでもないぐらいのもう深刻な状況です。今軟弱地盤であったり、実は活断層があるんです、この辺野古には。これは具体的な話を今からやりますけど、これ今この辺野古だけではなくて沖縄全体が、特に宮古も自衛隊基地、そういういろんなものが沖縄にはもうどんどん軍事化されてきてます。最初にですね、ちょっとお伝えしたいのが、資料として届いてるかどうか、プロジェクターの方で見てくださいね。手元の資料だけではもう足りないんで、いろんな資料をこっちで出しますんで、これ実は宮古なんです。宮古島、自衛隊が今どんどん配備されてきてます。石垣なり宮古なりで、実は自分は生まれは鹿児島県の奄美大島なんです。奄美大島も軍事化が進んでます。なぜこういう東シナの方の離島の方にどんどん軍事化が進まるかっていうの、我々沖縄の人から見ても本当に不愉快です。はっきり言えばもともと海兵隊という基地、特に今辺野古もそうですけど、戦後敗戦後ですけど、アメリカの統治下になった時に、これは統治下ではないですけど、その前に米軍がどんどん侵略していって、全国に海兵隊の基地がありました。で、全国で海兵隊のやっぱり暴力、レイプ事件、そういった事件が多発して、その時にやはり日本の民意が立ち上がりましたよ。1960年、70年代、こちらでもそういう経験された方いると思いますけど、その民意は強かった。民意が立ち上がったことで、海兵隊の基地がもう日本から撤退しました。米軍の基地はいらないという動きがどんどん広まったんです。じゃあそれが全部アメリカに戻ったかっていったらそうじゃないですよ。ほとんどが沖縄に行ってしまったんです。だから沖縄の、基地74% ですか、それが沖縄に集中しているという理由も、もともとは全国にあったものが沖縄に来ているというのは頭に入れてるですね。で、この宮古島、話し合いの自分の場合本当は3時間ぐらい欲しいですけど、1時間以内でもまとめます。まず辺野古大事です、もちろん。で、宮古も大事なんで、宮古の運動で関わっている内容、これは今日は会場の方でDVD を発売してますから、その DVD の一応、宣伝も兼ねて、宮古はどういうとこかっていうのをちょこっとだけやりますんで、これやってみてください。資料は手元にないんで、軍事化がどんどん進んでるよっていう理由でこういうのをやってます。自衛隊っていうのは、例えば災害復旧のために全国で活動してる、そういう意味ではとってもありがたい存在です。ただこれからやるっていうのは、他国に侵略するようなことをやるようなことを今どんどん自衛隊がやろうとします。それはアメリカ軍と一緒になってやろうとします。その拠点を全部沖縄に集中させようとしているのが、我々にとってはやっぱりもう沖縄戦という、自分の両親がそうです。沖縄戦を経験して苦しい思いで、やっぱり戦争を経験している人から言える、基地はいりません。基地があればそこに集中されます、いろんなものが。こういう宮古島でもいろんなところに自衛隊 の基地がどんどんできてきてます。で、この宮古島は実は地下ダムっていう特殊な構造です。
平地ですから、ちょっとあの面積もあの小さいんで、ダムがありません。ですが、これ、雨降れば、琉球石灰岩っていうのは、以前ここでもちょこっとだけ言いましたけど、まあ、皆さんに分かりやすく言えば、骨粗鬆症です。骨粗鬆症のような岩盤と思ってます。だから水が、雨が降れば、地下に溜まっていく。それが、都の特有です。実は、地下にダムがあるんですよ、これ。そういう特殊なところに、例えばこれ、ボラっていう地区は、弾薬庫です。ちょっと今、現場で戦っている人たち、この塩田ってところ、ここは、もともと、ゴルフ場でしたけど、今そこは全部改良して、自衛隊の駐屯地ができます。いろんな油を扱うような施設がどんどんできてきますんで、もしその施設が何らかの ことで油漏れでも起こせば、地下ダムに全部影響します。で、9月1日に水のシンポジウムというのを、この宮古でやりました。基地はもちろん賛成反対いろいろあります。宮古の場合、特にもう市長が自衛隊を誘致する賛成派ですから、住民が分裂してます。辺野古もそうですけど、宮古は特にひどいです。そういう現状を見ながら自分は運動にかかってます。ただ、基地反対、賛成関係なくですよ。自分らが飲む生活水です、これ。もう貴重な水が汚染されれば、基地の問題以上にもう深刻な問題ですから、シンポジウムをやったときに300名の人が集まったんですよ。宮古島で300名の人が集まるシンポジウムっていうのは経験したことないです。自分も初めてなんで。それぐらい、基地と関係なく水の問題であれば、みんながやっぱりこれを興味持つんで、そういうシンポジウムをやったときに、水の専門の先生、学者の先生いっぱい来ましたけど、その中でこの作業服着てるの自分ぐらいです。自分これ作業服にプライド持ってますから、いつもこの格好です。この格好で現場に行ってますんで、土木屋の意見として、この水のシンポジウムでも意見を出してくれってことで参加しました。こういう自衛隊の問題、ぜひ皆様もいろいろ考えてくださいね。これからどんどんこういうのが増えてきますから。で、オスプレイが、横田をもう飛ぶようになりましたね。だ沖縄だけの問題じゃないんです、この軍事がどんどん進んでいくというのは。ぜひこれ DVD で販売してますんで、ちょっと辺野古の件に関しても販売してます、DVD を。それもぜひちょっと見てもらいたいです。これからお店のドローンの映像とかいろんな画像が出てきますから、できれば撮影は控えてくださいね。なぜかというと、今防衛局はドローンで撮影してる撮影者をどうにかもう、取り締まろうとしてます。なぜかというと、一般の目線では見えないものを上空から見るといろんなものが見えてきます。そういう活動の中で沖縄ドローンプロジェクトというチームができています。例えばこういう写真も撮ってますので、これはドローンプロジェクト のチームで撮った写真です。これが辺野古 の基地です。で、今回もできてしまったものがこの護岸です。先ほど相馬由里さんの方からもちょこっと話出ましたけど、こういう護岸を作らせないために、カヌーのメンバー、海のメンバーが必死で抗議行動やりながらやってましたけど、やっぱり国力にはもうちょっともう叶いませんでした。とうとうできてしまいました。これが、これからの話はこれにつながりますので、こういう映像を撮っているのがこの沖縄ドローンプロジェクトというチームです。ただもちろんこの活動するためには資金が必要なんで、カンパもちょっとお願いしたいということで、ロビーの方でそういったものを配ってますので、ぜひ手元にもそういう資料はあると思いますから、ご協力くださいね。ちょっとまあ宣伝はこの辺にして、もう一つ宣伝があります。実はこれは急遽ある産後学者の方からのお願いで、こういうものが配られてきました。署名活動です。これ名だたるいろんな著名人、あと学者、いろんな方がこれに賛同してます。これは何を言いたいかというと、やっぱり辺野古です。辺野古を止めるために署名活動やもう始めてます。これネットでもこれそういった署名やってるらしいんで、今日は会場の方、この署名 の用紙ありますから、ぜひこれに署名をしてもらえれば、
いろんな大きな運動が沖縄のこの基地問題を阻止する力になると思います。その中でこれです。今回のこの沖縄県が埋め立て承認を撤回したっていうのはとっても大きな力です。これをやっぱりあの皆さんで署名で賛同しようと思います。それと土砂投入、これは県外からの土砂投入っていうのが今問題になってますけど、全国の土砂をもう沖縄に持たせない。実はこれは何の意味があるかというと、外来種、いろんなのも外来種が沖縄に入ってきたときに生態系を全部崩していく。そういうことも含めて軍事基地のためにこういった土砂投入させないというのも一つの大きなやっぱり運動です。この8月11日県民大会、尾長さん亡くなった後ですけど、先ほども相馬由里さんからありましたけど、雨の中7万人の人が集まりました。ここでやっぱり沖縄のこの基地問題、特に辺野古です、辺野古を止めようというこの決議がありました。やはり日本がこの東南アジアに対していろんなことをやってきた。それをやっぱり平和を構築するためにいろんな活動をしていこうということで、これがこの署名の中に書かれています。ここにいろんなの書いてますので、ちょっとこれ説明すると辺野古の問題いけなくなる。この署名にぜひ協力してください。よろしくお願いします。では本題に入ります。私がこの、基地に関わって2016年からこの辺野古には関わるようになりました。2016年に北上田さんという方、こちらには来られたことありますかね。もし北上田さんが来ればいろんな話が出てきますけど、北上田さんは土木技師です。私も土木技師です。その北上田さんからもらった図面からいろんな問題点をあぶり出すのがもう自分の仕事です。設計図面ってあります。いろんな工事、公共工事の中で設計図面の中で我々が最初にこの図面が正しいかどうかチェックするんです。図面があれば全てその通りできるかとはそうじゃないんですよ。まず我々技術者っていうのは図面を疑うんです。発注者も見抜けないものをどこに問題があるかっていうのをどんどん調べていきます。でこの辺野古に関してはとにかくいろんな問題が出てきましたんで、その前に今回この政府に渡ってしまった名護市長の権限というのをちょこっと話しましょう。6月に稲峰さん、実は私稲峰さんのピンチヒッターなんです。そんな大役をもうちょっと自分にはプレッシャーだったんですけど、お分かりの通り今名護県知事選、沖縄の県知事選のため稲峰さん今動けません。稲峰さんの外選活動でも非常に重要な位置にいますので、稲峰さんと6月に長野に行った時もこの話をやりましたけど、この資料、これ表紙だけでもいろんな問題が凝縮されてますので、この赤字で書いたのは全部問題点だらけですよ。作ること自体これは問題です。この辺野古の軍民軍事基地を作ること自体に。でこの次のページ、このページに名護市長の権限というのを3つ大きな権限をまとめました。これは稲峰さんにも確認しました。奥間さん、ぜひこれ技術者の立場で権限というのを説明してくれと。この中に一つ大きな稲峰さんがずっと止めてたものがこの辺野古ダムってのがあります。ここにダムあるんですよ、水色のやつは。ここの上にベルトコンベアを設置する、要するにダムの上を橋を架けることを稲峰さんが止めてました。何のため止めてたかというと、ちょっとこれアップしますけど、ここはもう埋め立てのラインです。この緑のラインはここに土を埋めるために、ここにちょっと色がついてる部分ですね、この部分を運ぶため の橋を架ける、それを止めてたんで、ここはできなかったんです。全然これでは稲峰さんの市長の権限で国の声止めてたんですよ。それと他にもここには、ミジャ川という川があります。ここにちょっとアップしますけど、これ川があります。ここの川基地の中に水路が通るのはまずいんで、もともと稲峰さんが
名護市の権限で止めたの。これがダムです。もともとはここに植えてあったんです。ですけど、これあの稲嶺さんがここ の, あの、出口の部分、要するにダム の, あの所有権、これを管理するのはあの名護市長の権限ですから、ここを止めました。ですから、ここの水路があのできなくなりました。で、防衛局が何をやりだしたかというと、ここから無理やり90度に曲げて水路を作ろうとしたんです。90度に曲げるというのはもう非常にあのもう困難なんです。で、あのウォーターハンマーといって、水の勢いで90度に曲がるところのこの部分が破壊されます。だこれ県も認めなかったんです。ですからあのこの水側の切り替えっていうのも稲嶺さんの権限で止めたことで工事が進まなかったんです。でもう一つ、これも大きな権限です。ここにあのまあ辺野古に行った方は分かると思いますけど、浜のテントっていうのがあります。ここあのこの浜からあの加納隊はあの組織行動出ます。でこの漁港からあの、まあ、お客さん連れて行ったりするような漁港です。ここの漁港の部分、どうなるかというと、この黄色で塗った部分、これ全部埋め立て、要するにあの辺野古漁港も埋め立てて資材ヤードにするっていうのが防衛局の計画です。なぜこういうことをやるかっていうのはちょっと写真見せますけど、これはあのキャンプシュアブという基地の中ですから、これ全ては軍事施設です。で防衛局この埋め立てをやるためにアメリカに対してあのヤード、要するに資材を置く場所を確保させてくれって言われたときに、米軍から言われた部分はもうせいぜい本部です。これここはあの資材置き場なんです。この一部しか米軍から許可出なかったんです。要はもうこれとってもあの資材置き場としてはもうあまりも狭い。だからこれはあのもうクリアするためにはあの辺野古漁港、まさにここです。ここにあの浜のテントってあります。この部分をあの大部分を埋めて、そこにあのコンクリートの製品を置いたり、いろんなものを置くための仮の宿を作ろうとするためにこういうヤードが必要だったんです。これも稲嶺さんの権限でずっと止めてたんです。だ市長の権限で3つ大きなものを止めてるので工事がなかなか進まなかった。だからここには実はあのいろんな権限というのは絡んできます。でちょっとあの戻りますけど、最終的にこの話もしますので、この知事の権限、市長の権限と知事の権限で辺野古止まってます。もちろんあの今動いていますけど重要な部分は止めてます。この市長の権限が今回の撤回の理由にあの大きく影響します。もし今回の選挙負けてしまえば全てがもう政府側に渡ってしまいます。だから今玉城デニーさん頑張ってます。我々も玉城デニーさんも一生懸命押してます。先ほどあの相馬入さんからあったように、もしあの知人にあの沖縄の方がいればぜひ一票、やっぱりあの沖縄県にあの基地を作らさないという人たちにあの協力してもらいたいということで呼びかけ、あのもう1週間ですからと、もういいじゃん、1週間ないですからあの協力ぜひお願いします。で、じゃあちょっと技術者の話に行きますけど、活断層の話が出ます。で軟弱地盤の話も出ます。これに関してあの自分があの直感であの技術的にいろんなものを問題だってあの言ったのは、まあ、2016年です。それが去年の9月、ここであのお話しした、2週間3週間後に活断層って話が浮上しました。そういう話があの今から出てきますの で, でその前にこれ今5番っていうのはどういうものか、具体的にこれやはりあのドローンじゃないとこれ映像が見える、こういったあの形見えてこないんで、ここは海側です。でこちらが埋め立てる側です。ここに被覆ブロックっていうブロックを設置します。これは1個9トンある大きなあのブロックです。これは何のためかというと、これ今採石ですよ、これ。具体的に言ったのは、まあ、グリーシーって言いますけど、これを投入して、これ投入するだけだと、波が来て全部崩されるんで、それを、覆うために。このブロックで、両サイドただ、これ、かぶせるだけです。でこれで工事は完成じゃないんで、
最終的にはこういうことになります。この満たないうちにどんどん護岸進めようとしています。でこの肥育ブロックってこういう形ですけど、この上に最終的によく護岸で見るの分かると思いますけど、これ消波ブロックってあるんです。テトラポットです。最終的にはこの部分、これ肥育ブロックですから、あと4メートルここの分は消波ブロックっていうのを設置します。ですがこの工事まだまだ全然終わってないんです。とりあえず埋めて中の浅瀬のところだけ、特にこの部分は浅瀬です。この締め切ったところは水深がせいぜい3メートル4メートルもないですから、一番浅瀬の部分をとにかく埋めようとしています。この写真は7月の、6日に撮った写真で、ここ実はこれ見たら分かるんですけど、ここに何かが浮いてるんですよ。これはおだこ防止膜ってやつです。先ほど相馬由紀さんの話でフロートっていうのが出ましたけど、この写真で見るともうフロートは完全に撤去されてます。フロートってこの辺にずっと巻いてたんですけど、これはもう全部撤去されてます。これ4月の写真なんですよ。4月の時点で撮った写真、これがフロートです。ここに貼り付いてるのこれ海上保安庁です。で外側にいるのが、この辺はちょっといないですね。こうやってどん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 グリーシーって大きな石を投入しながら進めていった。これが4月の時点だから4ヶ月、もう5ヶ月経ったらもう実際こういう現場はもう完全にできてしまっている。こういう感じで、で今回防衛局は埋め立てようとしたのはこの分です。ここ取ってマサイです。浅瀬を埋める理由は何かというと、先ほど言った名護市長の権限で止めた辺野古漁港です。漁港の資材ヤードができないから、まずここにこの広大な面積を埋めて資材ヤードを作るというのが防衛局の考えでした。でこれはもう今回承認撤回で今こういう止まってます完全に。でこれ最近撮ったやつは写真、このブロックの上にですね、これまだ黒いところあります。一部まだ完成してないんです。これをやる前にも現場止まってしまったんで、で防衛局知事選を待って、知事選の後にまたもう一気に仕掛ける可能性あります。今後我々の運動どうするべきかっていうのは今とっても悩んでるところですけど、とりあえず撤回の間にいろいろ考えようと思います。でこの護岸の後、ちょっとここからまたサンゴの話戻りますけど、サンゴの話まだ初めてです。実はこの締め切る、これは4月の18日に撮った写真ですけど、ここの中の沖縄浜サンゴという希少なサンゴがありました。これを移植するために県に掛け合ってますけど、防衛局この時点で県がずっと拒否してました。サンゴの移植をさせない、実は時期的には5月から10月の間移植をしてはいけない。なぜかというと海水温が上がるとサンゴの移植にはもうとっても問題があるということですけど、ただ先ほど署名のいろいろ出した先生がサンゴの専門の学者の大久保奈美先生という東京経済大学の先生ですけど、その方が言うにはサンゴの移植というのは実際不可能だと。とってもサンゴというのはデリケートな生物ですから、環境が変わればそこでまた育つかといったら育つかどうか分からない。実際沖縄で移植をやってる恩納村ってとこありますけど、県の事業で10億かけて移植事業やってますけど、これが実際成功した率はもう9割以上死滅してるんです。だからこういう環境を破壊するような工事で移植なんてまず無理なんです。ですから県はずっとこれ移植の許可を出さなかったんです。ですが7月13日にとうとうこの浜サンゴの移植の許可を出してしまったんです。これは県が折れてしまったんです。ここではっきり言います。実は県の職員の中には中井真山と言います。前知事もう全然なんですね。沖縄を裏切ったもう最大のやっぱり知事、これは中井真です。自分はもうさん付けもしません、この人には。本当ですよ、これぐらいも悔しい思いありますよ。尾長さんがずっともう苦しんでたのは中井真のせいなんです。菅も安倍も
ことあるごとに全員 の、 あの前の知事が承認したんだからっていう、もうこういう逃げ文句しか言いませんから。その中山の雑踏が実はこの沖縄県の職員の中にいます。水産課ってところです。この産後の許可を出す出さないの判断するのは水産課です。7月の13日に我々水産課がこの許可を出すという情報を入手して、直接沖縄県 の水産課の方にも10名ぐらい行って許可を出すなっていうのを要望しましたけど、結局出しました。その時担当が言ったのが、ちゃんと産後の専門の先生を同席させて副知事に説明に行ったっていう。自分がすぐ反応しました。じゃあその産後の先生の名前を教えてくださいと。先ほど言った大久保奈美先生、この人一度この産後許可を出したことを取り消させた産後の学者がいたんです。要するに国と戦えるような産後の学者がいたにもかかわらず、違う学者を副知事に合わせてその先生に説明させた。その先生は産後の御用学者です。要するに政府に有利になるような学者を県の職員が副知事に連れて行ったんです。だから名前を明かさないんです。なぜ大久保先生を同席させなかったんですかって言ったら黙ってました。先ほど言ったように中山の残党なんです。沖縄県の中にも尾長さんと意見が合わない人たちいっぱいいます。だから今回このもしひっくり返ってしまえばどんどん工事が進んでしまう、そういうやっぱりプレッシャーが我々温度の中にもありますので。でここに姫さんも言ってあります。ちょっと次の話飛びますけど、これこれも上空から撮ってます。ここの姫さんも場所で言うと実は角度は違いますけど、ここにあるんですよ。船の上から見ると、こういう感じで見えるんですけど、ここの下、まあ、これなんか多分温度測定とかいろんなのやってると思うんですけど、そういった機器です。この下に、真上から見たらこうです。こういうことをやってたのを自分ら発見しました。これ何をやってるかというと、ここのサンゴは少しでも濁りがくっついてしまったら大変なことなので、防止膜っていうのをやってます。ここで濁り水が発生してます。これ実際こっち濁ってます。この濁りが外に出ないようにってことで防止膜っていうのをこれ40にやってるんですよ。普通は1回しか回さないんですけど40にやってる。これを見た時に分かったのが、ちょっと見てもらいたいんですけど、部分ってなんとなく白くなってますよね。これ実は海藻藻場っていう藻場があるとこに防止膜っていうのは海底まで届くんで、それが削ってる証拠なんです。防止膜を設置したら、これ藻場っていうのはジュゴンが食べる餌ですよ。そういうものを削るから、最初防衛局が報告書の中では防止膜設置しないって言ったんです。だけど実際設置してます。設置してこれは濁ってる、明らかに削ってるんです。防止膜は潮の流れで満ち行きで海底を削ってるっていうのがこの証拠で分かったんです。ここで新報タイムスも情報提供して、新報タイムスも動きました。ですから沖縄ドローンプロジェクトというチームがやっていることは、沖縄のやっぱりちゃんとした情報を、特に基地の情報を皆さんに提供するためです。これは最近の写真ですけど、8月2日の最終的にこの部分を埋められました。なぜかというと、先ほど言った沖縄浜さんがここにありました。浜さんがあるために護岸が締め切られなかったんです。これを頑張ればこの護岸完成しなかったんです。先ほども言ったように県の職員許可を出すようなことを言いました。だから結局それができやった後にもすぐ締め切られました。いつでもこれ埋め立てられる状態です。今回はそれを承認撤回という形で今止めました。ただ承認撤回もこれ法的に国はもういろんなことやってきます。多分もう司法も国側ですから正しい判断しないと思います。だ裁判やれば負けます必ず。今後どうするかちょっと自分も分かりませんけど、これは8月9日に撮りました。でこれは8月は9月ですね、9月に撮ったけども、これは完全に締め切られて、防止膜っていうのはこれです。これフロートです。フロートこの時点でもうフロートもないです。これなぜないかというと台風が来るからです。台風を恐れて外してるだけだったんですけど、承認撤回後には今度実はここにあったオタク防止膜っていうのも、これは最近撮ってます。
これはオール沖縄というところで、新報タイムスにもこれ、情報提供してますから、今現状こうです。極端にバルの中にも入ってきてるんですよ、ここまで。今まで海上保安庁、海保が、すぐ弾圧しましたけど、皆さんで行きますよ、中に。入りますよ、これ。ここに長島ってあるんですよ。ここの長島には、希少な昭和の鍾乳洞があります。その調査も防衛局はさせなかったんです。なぜかもうこの防衛局の省一になってたんで。でも承認的介護ですから、産後とかいろんな環境保護団体がここに入りました。こういうのをいろいろ説明してます。これから技術者としての話、重要な話をちょっとやっていきますけど、汚濁防止膜、先ほどから話が出てるやつなんですけど、これは海底の濁りは地区外に出さないために設置するものです。ちょっと手元の資料と、では足りないんで、ちょっと別の資料見せますよね。今回私の話聞くの初めてって方、何名ぐらい？あ、大勢いません。ありがとうございます。知らない方にまたちょっと追加の情報を教えたいんですけど、こういうのがあります。産経新聞。産経新聞、いい新聞ですと言うとみんな笑うんですけど、この記事だけはいい記事なんです。なぜかというと、ちょっとこれぼやけてるんで、綺麗なものちょっと見せましょうね。これは2016年の2月に出された産経新聞の記事です。2016年3月4日に安倍が辺野古を止めたんです。止めた理由がこの新聞に書かれてます。なぜ止めたか。じゃあこれちょっとだけ見せますけど。後ろの方見えますかね。まあ、アップ、どんどんアップしていきますから。この護岸工事、この着手を当面見送って書いてます。何のためかというと、ここで書いてます。埋め立て事業に詳しい国土交通省の技官が移設担当として防衛省に出向したってあるんです。何のためかというと、ここが書いてます。工事の進め方。あとこの土砂や資材の調達方法を見直す。そのため一定の時間かかるんで、護岸工事着工も、これは春以降にずれ込むって書いてあるんです。2016年の春以降になりますよと、これは産経新聞が出します。ちょっとこれも続けますけど。この辺が大事なんです。この防衛省に救命の、この救命っていうのが、技官っていう。これは先ほど自分が説明した私は土木一級 の施工管理技師ってライセンス持ってますけど、この技官っていうのはもう、自分よりもはるかレベルの技術を持った人たちなんです。要するにプロ中のプロなんですよ、この人たち。この人たちが、9名、防衛局に出向してきました。で、何やったかというと、事前の打ち合わせで防衛省が計画している埋め立て工事に出向組から注文がつけられたんです。この記事に全てが集約されてます。なぜかというと、ここですよ。埋め立て事業に詳しい国土交通省が乗り込んできたと。裏を返せば埋め立てをど素人の防衛局がやろうとしたんです。この工事もし強行してもやってしまえば防衛省が違う意味でこれ事業全体止まりました。なぜかというと素人が作った図面、素人が作った計画だ、いろんなのこっちも書いてますよね。資材調達方法までおかしいんですよ、やり方も。だから国交省、埋め立ての、例えば羽田空港もそうです。まあ、今回の問題になった関西空港もそうですけど、こういった埋め立て工事やっていうのは国土交通省です。防衛省じゃないんです。防衛のプロかもしれないけど、土木としてはど素人なんです。この新聞、この産経が出したこの新聞、1ヶ月後に安倍が止めた理由は、国交省は実はもうやるなって言ったんです。この事実をほとんどの人は知らないです。これを聞いて、と思うぐらい、政治的な何か意味合いがあるんじゃないかっていう、いろんな方は思いますけど、違います。ただのど素人だったんです。今から全部説明するものは、ど素人だからこんないろんな問題があるよっていうのを説明するため、これを見てもらいました。はい、ど素人と思いながら見てくださいね。これから説明します。ここに防衛省いたらいいですけどね、一度沖縄防衛局に我々座り込みに行ったんですよ。承認撤回運動の前の話の前に、その時に防衛局の職員がいる前で、
自分は技術者としてその人たちに言ったんです。何も言い切れません。あの全てあのやっぱり素人だから答えきれないんです。この記事の中でこれはもう手元に資料ないんでもうプロジェクターでちょっと見てもらいましょうね。あの北上田さんからもらった図面でいろいろ見ていくとこういうのが出てきました。防止膜の問題、まずこれはちょっとぼやけて見づらいですけどこの赤い部分がこれ防止膜っていうのを設置してるラインです。でこれはあのこの辺りはこれ全部開いてます。ここも埋め立ててないのここも開いてます。ここも開いてます。でこれあの防衛局のやり方でやったらもうアウトだっていうのをこれを見たら分かりやすいです。これ実際の防止膜っていうのを設置するあのこのメーカーが作ったあの、まあ、実際の現場の写真です。色がはっきり分かれてますよね。これこちらに濁ってます。中はだけど外はあのもう透き通ってます。これも同じです。明らかに明確にこれ分かります。これなぜかというと完全にこれ締め切ります。工事の区域をでさらにあの防止膜っていうカーテンみたいなものまさにこういうカーテンです。水は通すけど細かい粒子通さない。だからこうやってあの海底まで届かすんです。そうすれば完全に締め切るんでだこれはあの基本的な工事のやり方なんです。本来はじゃあ防衛局 の, あの実際のやり方を見たらあこれはこれが分かります。断面図です。これ横から見た図水面から7メートルしか下げないです。オーラーは実はこの水深10メートルから50メートルありますよ。要するに下が空いてます。こんな状態で防衛局はさらにあのこの周りこの周りもあの締め切ってません。ここなんかひどいですよ。これここにあの土砂を投入、まあ、あの採石を投入しますけどこっちしかの防止膜やないですよ。普通であればこれ全部工事ある区域全部締め切らないといけない。だからこれでも防衛局はあの環境に影響ないって言ったんです。12月に実はあの日本科学者会議ってあります。その場で自分はこれ発表します。だからこのために本当はデニーさんが頑張ってもらいたいんです。知事がいなくなってしまったらこういう話なくなりますから。あの、まあ、これもイラスト的に書いてますけどこうやってあの実際にはこれやってるあの石を投入したら下から濁り発生します。必ずこうやって下から発生するんです。だけど防止膜は水面から7メートル、これで防げるはずないんですよ。ところが防衛局を防ぐ理由として出したのがこれは防衛局の報告書なんです。この、 あの複雑な公式この中でもこれがそうですけど流体力学というもう高度なレベルで改ざんしてます。報告書をこれをあのもちろん自分はもう見抜けませんけど物理学者といろんな出会いがあって物理学者にこの報告書を見せた時にここまで気づいたんです。実はこの部分同じような公式があるはずだけど運動方程式っていう複雑なのでこの公式の一部を抜いたら上下方向の運動がなくなるらしいです。こういうシミュレーションの中で改ざんをして濁り水が発生しない。だ防止膜が7メーター海底通ってなくても上下方向の運動ないから水が外に逃げないという高度ないかさもしました。これを去年の4月に3月に我々北上田さんと物理学者と3名で沖縄県に持ってきました。この問題いろんな報告書で瑕疵があれば撤回の理由になるんです。ですから今活断層軟弱地盤の問題撤回になりましたけどこの防止膜の問題だけでも本当は撤回になるんです。そういう話を12月に日本科学者会議の場で自分発表します。その時にはメディアもオール沖縄もいろんな政治家も含めて呼んで話をします。だから一度僕らじゃないです。自分は利用できるもの何でも利用しますよ。政治家でもメディアでも。これは赤嶺議員にもこれ話しました。高井ってところで自分が技術者として作った資料赤嶺さんが北海道も使ってくれたんです。で赤嶺さんに言ったんです。私は政治家でも利用します。その代わりに自分の情報を利用してください。だからお互いの 50-50 で今動いてます。だからこういう問題も自分一人ではできませんから学者もやっぱり協力してもらってます。これが一つの大きな問題で次は
皆さんの手元の資料で本当にだいぶ省いてるんですよ。すいません、もうこれで説明しますよ。これは防衛局が作った図面です。経営損5番というとっても重要なところに作る5番ですけど、この図面見て一発でこれおかしいっていうのは自分はやっぱりこれ技術だとして思った。この海底がフラットに書かれてこれはおかしい。例えばこの経営損というのはコンクリートの大きな構造物です。長さが50メートルある、高さは20メートルある、奥行きも20メートルある、そんな巨大な構造物を支えるためにはこの基礎ステーシー、これ石です。石をやっぱり敷き詰めてその上にコンクリートを置くんですけど、ここの地盤がこれフラットを書いておかしいと気づいたのは、これは環境団体が作った立体図です。ここは先ほども埋め立て護岸ができてしまったところですけど、ここの部分実際50メートルがあるんですよ。この深さがここは 2,3 メーターです。急激にどんどん深くなってます。だからこれではおかしいんですよ。これでおかしいと、これは地盤は絶対傾斜してるだろうということで、正確に図面に基づいて作ったのはこれです。傾斜してます。実際傾斜してるところに石を投入して、この石もただコンクリートで固定するんじゃないですよ。ただ投入するだけなんで、地震が来たらこれ揺れます。揺れたらこれ崩れますよ、傾斜ですから。だからこれ2年前にこれ自分は見つけたんで、これをずっと自分は問題あるよと、経営損5番っていうので、さらに問題がありました。これも防衛局の報告書の中にありました。報告書の中にボーリングデータっていうのがありました。一部公開したのがあったんですよ。このボーリングデータ、このグラフみたいになってます。これこっちには N 値ってありますけど、ちょっと見づらいですね。とりあえず N 値っていう地盤の硬さを示す指数です。これ0から50まであるんです。0といえばもうヘドロの状態、50って言ったら岩盤と思ってくださいね。だこれ緩いんです。とってもこれが50以上ないと大きな構造物はクリアしないというのが我々土木家の常識です。3、4年前全国でマンションの杭が岩盤に届いてないからマンション傾いたっていう大きな問題ありましたね。まさにこうなんです。硬い岩盤にこういったものが届かないと沈下してしまう。マンションとレベルが違う大きさなもう巨大な構造物ですから、そういうものを支えきれません。だからこれ2年前に見た時点でこれおかしいなって自分もずっと思ったんで、ただでさえ傾斜してる5番地盤ですから、それがさらに実は緩い層だったっていうのもこの時点で分かりました。だからずっと自分はこの地盤問題をずっと言ってました。で、経営損5番って実はこういうもんですよ。三重県で作られます。こういう感じで三重県で作ったものを船で運んで、途中からこれ浮くんです。これこの巨大なコンクリートが浮くんです。コンクリート浮くっていうのはなんかピンときませんけど、船は鉄でできてますけど、比重、予算、重さでいったらコンクリート軽いんです。だ水密性って言って水が漏れないようなちゃんと対策すればこれが浮く。びっくりですよね。これこういう形で三重県で作ったものを沖縄に運ぶんです。それは今三重県でもこの辺野古を作らさない運動が盛んですから、向こうでも監視してます。実際ケーソンが作られてるかどうか、こういう連携をしながらやってます。で、これは活断層につながる話はここから来ます。まずはこのポセイドンという調査船が去年の2月から、4月の間に2ヶ月間調査してました。で、防衛局の報告書と違うような調査やってました。改ざんとかそういったの当たり前ですよ、防衛局の場合。実はこのちょっと見えますかね、この黄色い丸、これが防衛局の報告書の中で出された計画のこの場所を調査しましょうと言ったんですけど、自分はGPS の情報をもとに調べました。船って GPS で管理されてるの分かります？ライブ船舶マップ、これネットで調べれば一般の人でも調べられるのがあるんです。こういう船、どれでもいいです。クリックしたら船の船籍まで出ます。どういったものかっていうのは。他には、ちょっと今ネット環境悪いんで、つなぎが遅いんで、これも説明も
省きましょうね。とりあえずこういう一般の人でも見れるような GPS のサイトで自分ずっと調べていったのが、最終的にはこの全部プロットしていきました。そしたらこれで気づいたのが、一部護岸の護岸の先あたり集中して調査してるのが分かったんですよ。あとあと見たら、これ実は拡散層のライン上に調査してるポイントが来てました。この情報をメディアに提供しました。ここ問題ですよと、これを取り上げてくれってことで、まあ、今日後で安倍さんもいろいろ話すると思うんですけど、地盤の問題に関してはなかなか取り上げてくれなかったんです。これは最終的に問題に挙げたのは赤旗です。この情報、これも大事なんですけど、ちょっと説明します。部分的にこうやって船が動いてる航跡まで全部分かります。これ10メートル間隔で、実は南北方向にこの船、これ赤い三角のやつが船の位置と思ってください。もう精度よくこのまっすぐ南北方向に伸びてます。ランダムも動いてるけど、実際はプロットしていけば正確な調査やってます。これを見たときに、防衛局がボーリング調査って言ったのが嘘だと分かったんです。ボーリングっていうのは一箇所に留まってもう何日も何週間もやるような調査ですけど、これ24時間の間にこんだけ動いてるんです。ここでやっぱり自分の直感です。これはもしかしたら音波探査だなと思ったんです。音波探査って気づいたものが、たくさんその先生に言わせたらズバリ的中したんです。ボーリングの調査と音波探査って2つ の調査を併用することで発散層を特定できるらしいです。これは防衛局に質問投げてますけど、防衛局答えてくれません。で、先ほど琉球石灰岩っていうのを宮古の県で話しましたけど、沖縄も琉球石灰岩でできてます。特にここ長島っていう島ありますけど、先ほど言った骨粗鬆症、まさにそうですよ。ゴツゴツして、これも空洞があります。波にも侵食されてすぐ削られるような岩肌です。こういった空洞があるんじゃないかというのも問題ですから、これも調査して今防衛局が何やってるかというのを調べていきます。で、これはこれは地理学者、匿名の先生が情報を提供したのが、実はここに黒い点線、全部これ断層なんですよ。沖縄もずたずたに断層があります。ただこれがただの断層か活断層かというのは調査しないと分からない。で、このライン上陸地で止まるはずないということで、ある先生がここに家庭のライン入れました。で、それをアップしたらちょっとこれですけど、これ私が調査した先ほどのポセイドン調査のラインと、これはケーソン5番というラインです。これはあくまで学者が想定で入れてるラインなんで、実はこのラインは若干違いますけど、この地質は地理学者が出した情報をもとに赤旗が動きました。もちろん新報タイムスも出しましたよ。これで、これで見つけたのが、最初にこういうのが出たのが去年の9月24日です。ですから、ここで9月の3日にこういう話をしている、もう3週間後に活断層の話を赤旗が出しました。最初これから活断層の問題というのは起きない。これが最終的に今回の撤回の理由につながっていきます。だからポセイドンの調査が赤旗の記者が加藤先生という地質の専門の先生にたどり着いて、その先生が活断層を出しましたけど、日本という国は活断層があっても原発再稼働する国です。この先生が言いましたけど、一人の学者が活断層って言っても御用学者に潰されると言いました。それで今回、もう知事選でもう忙しいんですけど、29、30で断層の先生プロフェッショナルが10名いきます。10名集まって調査をやります。この先生たちが調査して、もしこれ活断層だと証明されれば辺野古止まりますよ。そのためにもこの撤回の理由になったのはそこまで行きます。あとちょっと軟弱地盤の話もちょこっとやりますけど、時間どれぐらいですか？9分。じゃあ9分でちょっと話まとめましょうね。自分がやってた調査がそのまま地質の先生に情報が共有されて、今こうなって。
で今度10名の先生たち来ますから、あの先生はどういう人たちかというと、これはあの今日、今年の2月にこの先生、加藤先生です。でこれ新潟の立石先生という方です。でこの方はあの、まあ、三重県 の, あの、まあ、石灰岩の専門の目崎先生。立石先生が出したこれはもう衝撃ですよ。活断層法というのはアメリカにあります。アメリカはそういうあの地盤には非常にシビアな国です。で県内で活断層に関して実は条例を作ったところがあるんですよ。徳島県です。ここはあの南海トラフの地震に関して の, あの条例を作りました。条例はどういうものかというと、活断層の上に建物を建ててはいけないという条例を平成24年にもう6年前に作ってるんです。こういう実例が実際も日本にあります。で12月にこれやって、これですよ、応用地質研究会というこの地質専門のメンバーを立石先生が今度引き連れてきます。これはあの打診があったのがあの、まあ、あのオール沖縄という、まあ、こういう運動やってるメンバーの、まあ、中心的な人たちにこういうメール来ました。立石先生からもちろんあのこれ自分にもあの届いてますから、応用地質研究会のメンバー、この人たちはその専門、あの断層の専門ですから、その人たちはこの断層問題を中心にして12月の日本科学者会議というところで発表するために今月末に来ます。この先生たち、自分はこの日本科学者会議では防止膜の問題というのを発表しますけど、地質の専門の先生たちもまた動き出します。こういうあの地質の専門とも自分の情報を提供しながら共有してつながってますので、まあこういうあのこれがあの科学者会議です。まあ、あの12月7日から9日の間にやりますので、それと、これちょっと飛ばしますけど、軟弱地盤、今回の撤回の流に動き出したのが法律の学者です。この方の徳田先生という方ですけど、去年 の, あの、まあ、4月 の, あの、まあ、日本の科学者というのを専門誌に出したのがきっかけですけど、この先生にも自分はこの情報を出しました。でこの先生からこのぜひあの自分の話聞きたいということで、4月になぜあのこの軟弱地盤が問題になるかというのを具体的に説明しました。だって一回はあの、まあ、理由にしているこの法学的にも戦える法律の先生であっても土木は知りませんから、自分が具体的にどういう問題でというのを提供したん で, で自分はあの法律学者もそうですし地質学者もそうです、物理学者もそうです。自分の情報を活用していろんな形でいろんな学者が動いてます。で軟弱地盤この件に関してはあの日大の釜尾先生って方がいますけど、この先生があのマヨネーズというのを話を出しました。マヨネーズのような地盤ちょっとだけ見せますけど、この先生があのこれも安倍さんの方からも後で話してもらいますよね。先生を見つけてきたのは安倍さんですから、釜尾先生って方です。でこの先生はあの軟弱地盤を攻略する方法というのを技術的に話してました。ただこの先生に自分もあの6月に会いました。会って話をしました。先生が出す方法では環境に影響が出ますよということで、学者でも分からない技術者しか分からないあの情報というのを出しました。羽田空港これもあの軟弱地盤を克服したとっても大きなやっぱりあの、実績のある空港です。ここであの使われたサンドコンパクションパイプ方法という口をちょっともうあの舌を噛みそうなんですけど、この方法でやればあの辺野古の問題も解決するって言いますけど、とんでもないです。まだいろんな問題あります。ここであのセイダーのこの先生がマヨネーズと言いましたけど、マヨネーズのようなもうドロドロの状態の地盤を改良した実績は羽田空港で厚さが20メートルらしいです。辺野古40メートルなんですよ。だそういうあの難しい問題、莫大な予算をかければできるだけど、まあ、釜尾先生もそこまで想定できなかったのは環境破壊なんです。私はあの12月に発表するこ の, あの話はあの釜尾先生も想定できなかったこの、濁りの発生です。先ほどあの流体力学がありましたよね、難しい公式の、こういう問題で防衛局は環境破壊省が何省がもうやります。これ知事の権限で止められてるんですよ、ずっと。だけどデニーさん負けたらこれも全てなくなります。それぐらい重要な選挙なんです。自分はこういうあの技術的な提案をしながら、まあ、本当はあの別の問題、自分国策として
自分の両親はハンセン病だっていう話をやってます。沖縄のこの基地問題もそうですけど、自分の両親はその国策で旦那もずっと、強制隔離された、そういう話も時間がある時にやります。また埼玉でこういう機会がもらえればお話しさせていただきますんで、とりあえずこれで終わりますんで、ありがとうございました。一級土木施工管理技師、失礼いたしました。本来でしたら大熊さんの方からも質問があればということでしたが、時間の関係でちょっとカットさせていただきます。とても丁寧な話で、しかも多岐にわたる話なので、ぜひ入っているレジュメをもう一回参照いただくことと、あと休憩時間に質問すれば何でも応じてくださいますので、ぜひわからないことは聞いてください。でこのあと休憩に入ります。